こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉はここ一望清です。見渡す限り湖の放つ光が爽やかであるということです。それでは今からここを一望清を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。